皆さんこんにちは、吉丸でございます。2019年9月の29日日曜日です。早速星ドラ公式ツイッターよりお知らせ上がっておりますが、10月5日土曜日はお台場 TFT で、星ドラ4周年ギガ生誕祭ということでね、新スペシャルスカウトモンスター総選挙開催ということで、このイベントはお初ですね。スペシャルスカウトモンスターをみんなの投票で決定しよう。候補のモンスターは全部で10体おりますよということで、投票は当日ウェブサイトからも行えますということで、ここいろいろとモンスターが出ていますが、この10体の中で、新スペシャルモンスターどれか選んでくださいねというような、まずは、お知らせが来ております。そしてもう一つの嘆きの亡霊ですね。はい、これあれ何系ってさ、出てなかったっけ、なんかなくなっちゃったね。なんか悪魔系とかさ、なんか鳥系とか、そういうのって確かここの中、で大体わかりますけどね、見てわかるんだけど、前回もなんかそうだった気がするんだよね。これユニコーンとかね、ないよね。10月1日からスペシャルスカウトモンスター、今だけモンスター新しい、そのうち1体嘆きの亡霊、何系ぐらいはなんかあればいいですけど、確かあったと思うんですけど抜けてるのかな。ではちょっとこのスペシャルスカウトの、投票、スペシャルスカウターってなんだ、俺欲しいなそれ、あの相手の戦闘力わかるっていうね。これでもさ、まあ、こういうイベントを作っていくっていうのはいいと思うんですね。ないよりは、みんなで楽しんでやっていきましょうっていうのはいいんですけど、これでもさ、何を選んだらいいのかがまずわからなくないかな。ドラゴン、ここはあるじゃん、何系って。ね、ドラゴン、ヤマトノオロチ、獣、煉獄天魔、スライム、スラリンガル、エレメント、風の精霊、ゾンビ、キャプテンクロウ、鳥、鳳凰、悪魔、ゴールデンゴーレム、マシン、デスマシン、物質、イドマジン、怪人、パペット小僧ということなんですけれども、これだけしか情報がない中で、これだから見た目でも選べってことなのかな。なんか特徴とか、スキルはどうか、スキルあれはいいけど、お楽しみってことであれば、なんかもう少し欲しいよね、情報がね。僕選ぶんだったら煉獄天魔かな。そっか、タップできないのか。一番左上のやつが見た目的には好きですけど、これ特徴が分からなければ、あとは何系で判断するとか、もう見た目での判断しかないので、まだこれから出てくるのかな。であれば、ここで一気に情報を出しちゃった方が、混乱はしないかなっていうね、風にはちょっと思いました。ただこんなね、新しい投票系の、イベントとか来るとのことなので、今後星ドラ、武器の投票というのはさすがにちょっとわかんないけど、モンスター闘技場とか、モガステとかももしかしたら、やっぱりユーザーさんに選んでねっていうか、ユーザーの声をちょっと聞いていきましょうというような、方向転換という意味であるんであれば、流れはいいのかなとは思いますけれども、唯一ちょっと指摘するならば、ちょっとこれだけじゃなく、情報がもう少しないと、どれを逆に選んだらいいのかがわからないという状態になっているので、これも5日を待てばいいんでしょうかというようなことかな。じゃあ一旦ゲーム画面戻りましょう。はい、ということで基本的なお知らせはこの2つだけになります。で、あと明日が最後の、スペシャルモンスターが発表されて、で中1日空いて新しいイベントに入っていく感じでしょうか。クエスト自体ももうこれが2日までということなんで、紋章とかね、取っていない方は、すいません、今プップで車クラクションになっちゃった。紋章とか取っていない方は、今のうちに、やり込むといいですよということですね。桃屋の交換としてはまだこれは何日までだな、8日までなんで大丈夫なんですけれども、この辺ね、取ってないものがあったら、今のうち金チケも取っていきましょうというようなことだと思います。今日はこんだけかな。はい。で、とりあえず、新しい要素というかね、モンスターをスカウト投票で決めていこうというような新しい、流れというかね、そういったこともやっていくということで、今後、こういった形でも、
まあ、ユーザーのなんか声を聞こうというね、運営さんの姿勢が出てくるとないよりはいいのかなと。あとはもうちょっとやり方の問題だと思います。はい、もう少しいろいろとね、あのユーザーさんに分かりやすく、まあ、できるといいかなとは思いますけれども、はい、とりあえずはないよりはまあいいのかなということで、今回終わりたいと思います。またね、あの新しい情報ありましたら、動画上げたいと思います。よしおまるでした。さようなら。